私たち今回ザ・ナバーズ、アメリカン・グラフィティさんにはなんと3回目の出演になるんですけど、はい、まだまだ緊張はほぐれませんけれどもね、はい、なんか言ってよ。顔見てたら汗すごいなと思って。皆さん最後まで化粧が剥げないように祈っててください。本当ありがたいですね。ね、本当ザ・ナバーズのね、あら、なんかこうグダグダも。私が後ろに下がろうとしたらですね、ユキの方がいまして、ユキ、ユキちょっとこっそり水飲んでるんですよね。皆さん暑いですよ ね、大丈夫ですか。水分補給をたっぷりしてくださいね。ビールね、はい、そうビール、ね、はい、ザ・ナバーズのことを知ってる方手を挙げてください。あ、残念、少ないですね。やっぱり私たちのことを紹介しないといけないですね。私たちザ・ナバーズは1950年から60年のアメリカンポップスと昭和の歌謡曲を中心に演奏しているバンドです。はい、はい、そうなんです、ね、主に大分県の楠町で、お祭りとかですね。また言いましょうか。はい、やってるんです。今日はね、なんと大分からはるばる2時間半かけて1時間半ですね。もうそのくだりいいよ。1時間半。そうね、今日初めて見る人は全然はぁっていう感じですけど ね、はい、そろそろ行きましょうかね。はいはい、ね、はい、じゃあ中盤行きましょうかね。はい、2曲目にはヒートウェブ、3曲目にはかっこいいツイスト、そして4曲目は韓国ロック。ではまず1曲目ですね、ザ・ピーナッツのラッパーで恋のバカンス。You.